同人生活ですということで、今回もねサイコブレイクザ・エクソキューショナーズやっていきたいと思いますけれども、でもなんていうかねもうなんていうか、これエクソキューショナーズっていうか、ブッチャーの方が良かったんじゃないの。お肉屋さんが娘を助けに行く話だからね。ブッチャーってのはお肉屋さんって意味があるから、それで良かったような気もするけど、あ、娘。でもこれはおそらくもうあれなんだろうね、先進んでいってしまった幻影みたいなやつなんだろうね。だから今実際追ってるこれはもう娘が行動した後の幻みたいな、そういう感じなんだじゃないでしょうかね。ルビックとか出てくるのかな。でもまあルビックの手下ってわけでもないと思うけど、一応なんかルビックのなんかそういうあれっぽい気はするから、襲われたりはしないような気はするんだけどね。まあ襲われたら襲われたで撃退するしかないけれども。よし、娘の手紙。先生に久しぶりに会った。目の前の道を前に進め、だって。先生に久しぶりに会ったってのはあれか、普通にスティムに繋いできたお医者さんのことか。まだ信じてるのかな。信じる必要ないでしょ。あ、これは壊せないのか。これバコーンって壊れてね、なんかコインがジャラジャラって出てきたらすごい、ギャーハ、なんだつかキーパーがこういう動きをするのはなんかすごいな、新鮮味がある。よし、じゃあ移動しようか。首をねへし折ってこの発想がねなかなかイケてるけど、これね、あのセバスチャンの時だとあのガコ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 画面のねフレームレートが落ちたみたいになって出てきてましたけど、ここでは一瞬目がくらんでその後出てきたみたいな、そういう感じですね、感じ的には。あれ、あ、金庫落ちちゃったじゃん戻れなくなってるわ。あ、で回復はあるけど、おっと、地上最強の金庫。あ、ここはね来ましたね、セバスチャンで。誰か死んでるけど、誰だろう。まあ分かんない人が死んでるからいいけど、地上最強の金庫って。でもなんかこの感じだとセバスチャンともいつか会いそうだな。この館を歩いてる時にセバスチャン来そうなんだけど。おっと、あ、ここにセーブ部屋。これはなんだ。あ、手紙だ、読んでおこう。たくさん怖い目にあったはずなのにあまり思い出せないから今は楽。それやばいやつや娘さん、それやばいやつや。そしてセーブしてなかったからセーブしましょう。よし、ということで戻ってまいりました。んで、んで、あ、ここら辺にコインありそう。お、あったあった、いいね。で、こっちから来て、あそこにもなんかあるな。ここの扉は、まだ今は開かないみたい。ああ、ここはなんか、渦巻いてるけど。ここは、なんだっけ。まあ、とりあえずこれを読もう。本部からのあれだね。メビウス。CB205 元傭兵を殺せ。娘の記憶喪失の進行は刑事を殺したと、ことで前回と同様にやや遅くなったが、やはり他の被験者のスティム支配は今まで以上に進んだ。そこで何が起きているのか手がかりがもっと必要だ。時同じくして館に通路が出現し、元傭兵の所在が確認できた。間近の被験者 CB205 元傭兵を殺せ。被験者殺害を繰り返すと彼女が唯一の記憶を残した被験者となるが、記憶はほとんど残らない可能性が高い。館で新たに出現したエリアはルビック由来のものが確認でき、その関与が考えられる。スティムのどこかにまだ彼の意識は残っているのか、彼女の
移動経路が直線的で我々の観察範囲の外へ動いているように思える。これがルビックによるものとするなら、彼女の行動は説明できる。過去の慣用事例や被験者の目撃と思われる記録との照合を進める。ちょっと話がよくわからんが、まあとりあえずルビックがなんか新しい世界作って、それがなんか我々の観察の外に出ようとしてるっていうところと、おそらくそれを彼女を導いてるのはルビックなんじゃないかっていうね、そういうところがあるんですが、ちょっとこれ行ってみようか。ここはまたバトルコロシアムみたいなやつかな。あ、トゲトゲの壁あるじゃん。じゃあここに敵をね、ぶっ刺していきましょうか。はいはい。ちょっと待って、こいつを持って、あ、やべ、落としちゃった。僕のおもちゃは、おら、お前もだよ、お前も突き刺さるんだよ、おら。あ、爆発した。 最悪や。こいつは壁に刺しちゃいけないんだな。で、あと、巻き巻きしようか。あっちの巻き巻きちゃんに、ちょっと巻き込ませようか。ほい。やった。巻き巻きしてもらったぞ。おそらく、この巻き巻きちゃんにこいつを入れても爆発するんじゃないかなっていうのはなんとなく予想がつくんで。はい。バイバイ。よし、オッケー。まとめて処理できるから結構楽だけど、敵が増えてきたね。この赤い斑点ができてるやつは、ちょっと気をつけないと爆発してしまうからね。よし。とりあえず、ちょっと殺していこう。はい、死んで死んで。サイドステップで避けつつ、こいつも殴り殺して、OK。まあ、殺しコレクションを手に入れちゃえばね、他は別にもう一回何度もやる必要はないので、ないと思うんで。まあ、ってことはチェーンソーもね、手に入れないと、殺しコレクションは埋まらないっていうことになってしまうんですが。また4体かな。さっさとひるんでくれ。あ、死んだか？死んでないな。とりあえず、ひるんだ敵からこうやってね、殺していくのは大事ですね。よいしょ。あ、やべ、あいつ爆発するで。あいつ爆発する。待って。追っかけてこないで。よし、オッケー。誰も巻き込めてないね。使えないやつも。で、こいつを潰して。よし、オッケー。おそらく、次が最後的な気はするが、なんか、出た、デブ。OK。まあいいでしょう。まあね、一人ずつ、確実に潰していきましょう。お、爆発するぞ、爆発するぞ。やばい、来てる来てる来てる。ちょ、待って待って待って。誰も巻き込むってないな。まずはこのちっちゃいやつからね。で、こいつはね、この状態、赤く光ってる、斑点が赤く光ってる時はまだね、その後爆発する予兆なので、ちょっとね、気をつけておきたい感じですよね。おそらくこの次にあれでしょうね、あの大量のコインを落としてくれる、そうそう、こいつが現れて10コインもらっておしまい。よっしゃー。おお、やばい、20コインもらったな。20コインもらったのか。と
という感じですね。なんか変えるかな。なんか変えるか見てから次のところ進もうかな。よいしょ、ぐちょ。まあ、特に欲しいのがなかった、買えるものはあったんですけど、まあ、その差し迫って必要ではないから、貯めておくっていうのも大切かなと思って、貯めておくことにしました。じゃあ行こうか。今日はここだ。私の娘を返せ。お、なんかあるな。ん？なんだ？そこか。ここになんかあったみたいだ。もう一回もう一回。手紙か。死体の上に置くな。どうしよう、パパとママの名前がとっさに出てこなくなることがこれで5回目。多分、こんなに大切なことが頭から消えていくなんて、私の腕にタトゥーを入れてほしい。タトゥー。なんか嫌な予感がするな。何か とてつもなくでもないけど。おっと、これ、挟まれて死ぬやつじゃないか。ちょっと気をつけよう。ん？ここはなんかあるのかな？いや、ここは特に何にもないな。こっから入ってきたってだけだよね。よし。じゃあ進んでいこう。なんか、すごいもうさっきからガコガコ言っててさ、これやばい、やばい感じしかしないけど。あー、これか。すごい色がついてるやつが動くのかな？あー、もう挟んでこようとしてるけど。はいはい。あ、楽に通り抜けましたけどね。ちょっと触った、もしかして。熱かった？ これ止めらんないのかな？止めらんなそうだな。いやー、キーパーもこんなところを通ってたのかと思うと、なんかもうご苦労様ですって言いたくなるな。わざわざ私のためにご苦労様です。で、これを止めて、娘っ子はどうやって通ったんだ？うちのロリっ子は。あ、なんか行っちゃった。あそこに手紙あるけど、これは言ったら、おそらくキーパーであろうと誰であろうとぐちゃぐちゃになるやつだな。ということで、どこかで、あれを止める術を探さなければいけないと。これか。いてぇ！なんで前進んでんの、これ。中身出ちゃった。見ないで、恥ずかしい。よし、ということで、戻ってまいりましたが。あー、なるほどね。一定時間でこう前に出たり後ろに戻ったりしてんのが。なるほど。そこはちょっとよくわからなかったが。ん？これで止まったみたいだな。これが日本刀なのかな？じゃあ拾おうか。ねえ、先生はパパのことを覚えているの？パパのことを覚えているの？どういうこと？ちょっと待ってね。今はどれぐらい集めたんでしょうか。娘の書き置き。ちゃんとね、歯抜けなく集めていきたいなと思ってるんで、あと3通しかない。で、メビウスからの指令書ね。殺しコレクション、これ。なんかもう友達コレクションみたいで嫌だな。刀フィニッシュとかね、あるけど。まあ、ここら辺はね、個人でやってもいいんですけど、ダイナマイトで爆破。あー、ダイナマイトね。なるほど。今度じゃあちょっとやってみようか。はいはいはい。あ、でもそこまで難しい感じではないね。ここでなんか買えるけれども、まあ買う必要はないでしょう。ボスか。こいつは、なんだ、あ、ロケラン持ってるサディストか。元傭兵だったんだな。この世界は、ここに何日いるんだ。少しも眠くならないが、腹が減って喉が渇く。ここの奴ら頭の中が空なのか。そんな奴らで戦争でも始めるのか。みんな奴らみたいになれば平和になるってか。気味が悪いな。フードの男は遠くで俺を見ている。幻覚かもしれんが、どうでもいい。ささやき声が聞こえる。
脳を食べると飢えが収まり、全能感があふれる訪れる。これは俺の本能か、奴が言ったことか、もう覚えていない。あの歯ごたえ、舌触りが忘れられない。脳が欲しい。俺も同じだ、奴らと。脳が欲しい脳が欲しい、つか脳みそを食べるってどういうこっちゃ。倒しに行くか、もう楽にさせてあげようね。 RPG、 あ、またここ、ジョセフィーヌと戦った場所と同じだけど、サディスト RPG、 青で、おそらくこいつを倒すと RPG が手に入るんでしょうね。やめてくれ、そんな連射はできないだろうおそらくその RPG はそんな連射が効く代物ではないと思うが、なぜそんなに連射できる、ちょっと驚きだな。おそらくここら辺に何かアイテムっていうかね、お金が、おっとっと、お前来るんじゃないよ、危ないでしょ、帰りなさい、ママのところに帰りなさい。まずいね、まずくはないけど、そこまでまずいっていう話でもないけどさ、こっちから登れそうだな。う、上にいるのか、まだいるのか。お、いた、ほらほら、ちょっと強い、硬いよ、引っかかってくれ、頼む、危ない。で、撃った後のこのリロード期間がすごい。おっと、痛い、吹っ飛ばし攻撃を持ってんのか。あれ、こいつ仮面のかけらつけてるってことはそういう分類の敵か。で、リロード中にこれなんだ、あ、これ回復か、痛い。で、リロード中にもうひたすら殴る。で、この邪魔なやつらをちょっとバコバコして殺しちゃってっておかしいけどさ。おっと、ミサイルが飛んできてる。このおじいちゃんいっか。このおじいちゃんちょっと無視しよう。こいつ楽だな。今までの敵を考えたら、すごい楽だぞ、こいつ。なんか暴れてるけどさ。わあなんでだよ。なんでだよ、お前。まあ、それはおかしいでしょ。よいしょ。RPG じゃ勝てないって悟ったか。でもまあ、それでも俺には勝てないんだけどな。やめろ、近づくな。かわいそう、切られたよ。寝てるところを切られる、最悪だな。よし、 OK、 とてつもなく弱かった。これでおそらく RPG が手に入るんでしょうな。おお、すげえコイン。よし、ショップで RPG が購入可能と。え、そこは開くの？え、開くわけじゃないな。なんか、何か入ってるぞ、あれ。ぬちょぬちょしてる。なんだこれ？ちょっと。近づきたくないけど。なんだこれ？何なんだ？別に、なんていうわけではないけど。よし、じゃあファイルをもらって、CB210 精神患者を殺せ。これがおそらくあれでしょうね、ウェスリーでしょうね。元傭兵による影響の消失が確認でき、お前の娘と精神患者の位置を捉えることができた。娘のスティム支配が急激に加速している。支配の完了を観測した時点で彼女の救出は終わりになるだろう。この辺りにいる CB210 精神患者を殺せ。スティム支配の急激な加速は精神患者によるものなのか、ルビクによるものなのか。ルビクの存在を示す記録はあるが、直接確認できていない。被験者を減らしていく過程で、その確信に近づくことができるのではと、過去の事例から推測する。娘の消息の進行は、
記憶消失の進行は免れないが、本件でその流れを打開する仮説の実証も考慮に入れている。伝送の状態が地下に行くにつれ不鮮明になっている。殺害対象は対象を含め残る2名であるが、細部を捉えることが難しい。おそらくあれでしょうな。まあ、あれ？セバスチャンは殺害対象に入ってんのかな。まあでも結構戦ってたもんね、こいつと。ってのは別の話なのかな。これ以前の話ってことなんでしょうか。はい、部長。よし、いろいろ変えました。ということで、じゃあね、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それじゃあ、またな。